大阪湾最低潮位は、大阪湾と淀川における高さの基準とするために、潮汐の最低値を定めたものであり、特殊基準面の一つである、OP と略される。なお、ピールは、水位、または基準面を表すオランダ語である。1874年に、大阪港の最低潮位を OP、OP プラスマイナス0.0メートルと定義した。1963年以降は、 東京湾平均海面とは、OP イコール TP プラス1.3000メートルの関係がある。すなわち、OP の基準面は TP の基準面より1.3000メートルだけ低い。例えば、OP4.3 メートルを換算すると TP3.0 メートルとなる。なお、TP は平均海面からの高さであるのに対して、 OP は最低潮位からの高さであるので、大阪湾の平均海面が、東京湾の平均海面と比べて1.3メートルだけ、低いわけではないことに注意すべきである。潮位は、本来は、満潮と干潮の間の平均海面を基準面とし、海抜0メートルとして、標高の基準としているが、実際に潮位を表す場合は、潮位が負の値とならないよう干潮時を原点としている。 港湾や河川を管理するときの基準となる、特に洪水や高潮を想定した防波堤、堤防整備などの防災計画を推進する上での基準として用いられている、1886年天保山にあった砲台の跡地に基準表を初めて設けた。当時の基準値は OP プラス2.045メートルと定めていた。その後淀川改修工事の一環として1九百七年、 ケマアライゼキ、拷問が完成したのを機に数箇所あった、基準表のうちの一つを高級的な基準となる、場所として1935年ケマアライゼキ、下流右岸岸壁の最下端の住みかさ市にある、釘打ちの頂点に、ケマ記表を設けた。その時の基準値を OP15.50、4.697メートルと定め、1966年に茨城市大技福井にある、 国土地理院の基準水準点、元21に移すまで使用された。基準水準点、元21に移動された理由は、1946年12月21日に起きた南海地震や地盤沈下などでこの毛巻表の基準値を維持できなくなったため、前述の OP イコール TP プラス1.3000メートルを定義するためにこの基準値を 移転先の元21の標積下65.4235メートルを OP プラスマイナス0.0メートルと定めて、これを新たな基準としたからである。現在保存されている旧ケマ公門のほとりに、同じく記念保存されたケマ基の版面に明字40年当時の基準値 BMOP15.504.697 メートルと刻まれている OP と TP との関係は、 不変ではない。明治期には t p イス1 0 4 4 5ルであったが、1953年に t p イス1 2 0ルに変更され、さらに1963年に現行の t p イス1 3 0ルとなった。この変更は関係機関による OB 委員会を開催するなどして検討された結果によるものである。かつて、 ケマアライゼキのほとりに設けてあったケマ記の記念保存された現状。現在基準表は茨城に移され、このケマ記は地図にも掲載されておらず、成果の使用は不可となっている。大阪市防災情報マップ利用規約。なお、OP は OP イコール TP プラス1.3メートルの関係があります。表示の解説。沿岸観測情報ポータルサイト。 国土交通省四国地方整備局港湾空港部、河川、水路、港湾の基準面について4.1、に淀川の特殊基準面、箱岩 A1、国土地理院、地方200、2002, ナンバー 99,pp12 から13、ありがとうございます。